ガンゴされる側だよ。いや、最近こういうコメントがあったんだよね。看護師のモノマネをやってくれませんかって。無理よ、無理無理無理、僕そこまでモノマネの範囲広くないからね。ピョキングさん、3番の診察室へどうぞ。今日はいかがなさいました？最近自分の心が壊れてんじゃないかなって思うんですよ。花とか魚とか石IGとかよく叫んでるんですけど、これって一体どういう現象なんでしょうか？ピョキングさん、ここ下界です。もうほら、こんなつまんないことになっちゃうじゃん。無理やりモノマネなんかしたらさ、もう早速やっていくよ。で、今日のトロールコース、ジャンクスターズパラダイスということで、ジャンクスターの楽園っていうことかな。ジャンクスターっていうのが何なのか分かんないんだけど、おそらくサムネに載ってるチョロプーのことを言うのかな。ちょっと知ってる方いたらぜひ教えてください。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そんでさ、もうオープニング良くない？なんかね、みんな飽きちゃってないかなと思って心配になるんですよ。だから今日のオープニングで最後にしたいと思います。もう僕いつも最後最後詐欺してるけど、今日で本当に最後。みんなごめんね、僕の勝手な意見で。飽きちゃったら申し訳ないなと思いまして。そしてここ難しそうだな。あのドクロリュート乗っていいの？とりあえず乗ってみようか。開幕ジャンクスター、速攻バグ出してきたよ。いや、すごい楽しみだね。バグコース僕めっちゃ好きだからさ、今から未知の世界が待ってると思うよ。じゃあここは右押しっぱな。それで先に進める。うおー、ちょっと精神内科にガチで行ってきた方がいいかもしんない。僕ゲームしながらこんなにわけわかんない言葉が出てくるのって、もはや病気の一種なんじゃないかなって。ドクルマン、ここはジャンプして右押しっぱな。そうしたらカロの心が吐けるってもんだろ。分かっちまえばこっちのもんなんだ。そしてピオキング、お前はズボンを吐け。あのピー風船は何なんだろうね。多分何も意味はないと思うんだけどな。そしていろいろ聞こえんな。なんかヨッシーが生まれた音と、多分ブロックを壊してる音みたいなの聞こえてんだけど、左のブロック開かない。じゃあこのブロックだけが頼りだね。頼む、ハテナブロック、ナイス。無機物、一緒に行きましょう。そしてあのブロックを壊して。なんだそれは。このパターンは初めて見たぞ。砲台フューチャリング無機物。怖いよお母さん、お化け屋敷だって僕入ったことないのに、遊園地で一度も入ったことないのに、なんか無機物が襲ってくる。一旦こっち倒しておくけ。絶対どっかにヨシコいる。ヨシコを助け出したいと思います。この呪われたお化け屋敷なんだ。じゃあここは一旦上に行っておくか。そしてちょっと待って、何なんだその動きは。お手玉感覚でやってんじゃねー。みんなこんなに僕叫び散らかしてるけど、めちゃめちゃ楽しいね。今なんかマリめちゃめちゃヤバい動きしてなかったか。じゃあここはすぐに土管に入っていく。左オープンした。左土管にありませんね、この青鬼が。やばい、今日僕壊れるかもしんない。なんかいつも壊れてるとか言われてますけど、多分ね、壊れのその先が見れるかもしんない。プルスウルトラだね。いや、壊れウルトラ。あ、なんか実況もつまんなくなってきたわ。大丈夫か、今日収録して大丈夫ですかね。じゃあここはスピンジャンプでよかったね。スピンジャンプしてトゲメットを回避していく。そしてドアに入る。さあ次は中間ポイントが見えたら、あの中間ポイント絶対物にしたい。でファイヤーが落ちてくるんじゃないのか。どっかに、右に行こうか。右に行けない、じゃあ下に行ってみる。そしてここはドッスン、ブルブル震えてけど寒いのか、大丈夫か。いや右気になるよな。いや左行こうか。左をスピンジャンプで取っている。うんべりゃぴゃぴゃうんばらぴゃぴゃ。ちょっとキモすぎないか。実況として大丈夫かそれ。いや、まあもはや実況じゃないだ。じゃあここはスピンで取らない。そしてここは当たんないのね。これ感性がやばいパターンなんじゃないの。一旦普通にジャンプしてみる。あ、普通にジャンプしてダメじゃん。感性のバグは完成したのかい。みんな頼みがある、今日の僕の動画見ないで。見ない方がいいかもしんない。てかここカットできないよ。見ないでって言ったところカットできないよ。本当にみんな見なくなっちゃうよ。なんか右下も怪しいな。バカなんぼのもんじゃ、僕の方が頭バグってるっていうのさ。じゃあここはキノコを取ったらなんか嫌な音楽流れたけど大丈夫かな。一旦このまま右に行ってみる。そしてあの中間ポイントの前に、あなー
さあ今からみんな大好き中間ポイントのお時間だよ。ここはキノコを取らないで先に進んでいく。そしたら中間ポイントが取れるのさ。そして僕ずっと思ってたことがあるんだけど、中間ポイントってなんでドクロのマークなんだろうね。ハートとかさ星とかそんなマークでいいじゃん。じゃあここはキノコを取らないでこの右下に行けってことか。じゃあジャンプしてすぐ左に逃げる。これで何もかもかわせるね。何もかもってなんだ。ここはスピンジャンプでいいよきっと。分かってんだ裏に何かいることは。そしてこのメカクッパはどうすればいいの。無視でいいのかな。そしてこのバネを持って、バネは嫌ないか。しかしね、ここは上か右か。上は何もないけどすごく行ってみたい。みんなごめん、この場所すごく気になるんだ僕は。だから行ってみたいと思います。何があるここは。レースが始まったじゃねえか。坂だ。こんなことするから動画の時間が長くなっていくんだろうな。なんで今後二度とやっていきたいと思いません。ここは上に投げていいのかい。上に投げたら砲台がどっかに行ってくれる。愛が重すぎる。これさ上にアンプブロックがあるじゃん。あのアンプブロックなんだろうな。一旦叩いてみていい。これ何が入ってるんだろう。あーバグらせる作戦ね。そういう心理戦持ってきましたか。じゃあここは上に投げてこのバネを回収してさらに先に進む。でここもバネを上に投げるで合ってるよきっと。頼む行ってくれバネ。え、なんで通り過ぎたの。え、通り抜けれるの。マリーは、マリーはダメなんだね。まあまあでもこのまま進めるから。もう何でもありなのよここまでされたら。バネがブロックを通過するってどういう仕組みになってんのよ。じゃあバネ今日は味方してくれるでしょ。持ってくるで合ってる。ナイス。味方してくれるんだね今日は。ありがとう。でもお前は用なしだ。さっきはよくもやってくれたな。さよならだバネ。ちょっと助けてバネ。ビーバー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 しかねえのかお前の頭は。そしてここもバネに乗って上のピンコインを取っていく。そして羽が手に入れたけどバネ持ってこいって書いてるね。さっき見えたんじゃないのかここ。やっと見ておけばよかった。でもこの下に行くっていう可能性が正解ではないで、なんか入れませんでした。ドクルーバーもできません。じゃあ僕はどうすればいいですか。なるほど、魚に倒されろとそういうことですね。でも僕はなんと思ってるから、ね、お前なんかに倒されてんす。時間の無駄、早くやられろじゃん。あ、これさ踏んで上に行けないかな。この亀を踏んで上に行く、そういう僕は。いや上に踏めませんわ。誰か踏ましてくださいですわ。みんなごめんね今日こんな実況で。次からはちゃんとする、絶対にちゃんとする、約束するから。今日だけは多めに見といてくんないかな。じゃあここは上にバネを投げる。そしたら羽マントが降りてくるよな。そしてさっきね左の黄色の土管があるじゃん、あそこに戻れみたいな書いてたんだけど、あーやっぱ戻れるね。もうバネはいらないでしょ。頼む、そこまでバネを酷使しなくていいよ。たまにはバネを休めないかんのよ。バネがかわいそうだろ。今日はめちゃめちゃすごいバネ会だね。このバネじゃあどうやって持っていけばいいの。これ持っていく、あは持っていけるのか。なるほど、そういう使い方があんのね。そしてこのまんま一旦下に行く。そしてここもバネを出すでしょ。でこの黄色の土管に戻ったらバネを持っていけるってことか。でこのバネで砲台を上げていけっていう感じなんじゃないかな。頼む、普通に上がってくれるよな。本当にこのワゴンさんのコースめちゃめちゃ面白いな。クオリティマジやばくない。じゃあここは上に投げるでしょ。でバネを持った瞬間すぐ右に逃げようか。なんか左バネがいるっていうのが見えてんだよな。多分このバネを持っていくことで合ってる。でチビになって進めっていう感じなんじゃない。あ、なんかここさっきの場所戻ってきてないかな。あー震えてるよマリー。頼むってなる。もういいだろ、さんざん僕を今まで引っ掛けてきたじゃんか。仕事の邪魔するな。あーやっぱりここさっき通ったところだ。ってことはこの鍵があるじゃん。中間ポイント1のところに鍵扉があったから、その扉に入れさせるための鍵なんだろうね。じゃあ次はこの場ね、持ってっていいのかい。 Z って書いてるな。このパウさんを救出しろってことか。信用していいのかい Z くん。僕は君を信用するよ。頼む Z くん、 Z くん。頼む助けて Z 君。もう僕は何も期待しないと、ロールコースに置いて Z なんか。
あのブラッパのところギリギリまで行ってる。ああ、ブラッパ倒されてくれんのね。そして次は上。いや、下絶対走るのこれ。次は当たるみたいな、そんな感じなんじゃないのか。いや、違うっぽいな。まあ、かけて行ってみる。上から行けば安全っていうことは分かってる。だが僕はここから走って行かない。上から行く、やっぱり。怖いもん。じゃあここでキノコを取ってこの扉に入っていく。なんか変な音楽流れてるけど、これで大丈夫。さあ、ここでバネがいるね。中間ポイントはまだ、なんか右下怖いね、あの人笑ってる。ジャンプだ。中間ポイントはまだか。あの先だ、絶対にあの先にある。分かってんだよそんなことは。何がしてくると僕読んでたよ。でここでスター様。いや、気になって言ったんだけど、やっぱダメやったね。中間がマジで恋しい。そろそろ会ってもいいと思うんだよな。でここでパワーブロックを持って、下のパワーブロックも持っていかなくちゃいけないとか、そういうことはないよな。下にいたら隠しブロックが出てくると思う。だからパワーを叩いて、ここでスターが出てきたよね。さあ行きましょう。この先だ。中間があるのは絶対この先だ。頼む、中間、中間ありますね。じゃあここでスターが切れるのを待っておこうか。いや、本当にいけるこれ。怪しすぎない？スターのまま行くとか、そんなことはないよな。スピンジャンプで行こうか。スピンジャンプ。ナッスルマンサー。ナッスルマンサーってな。ナッスルマンサーってちょっと強そうな気がするけどね。じゃあさっきの中間ポイントの前のハナちゃん、このまま行ってよかったんでしょう。絶対そうだ。一旦ハナちゃん倒して、ピー風船を通ってこの中間ポイント倒して、やったじゃあ、これ、なんかあったね。え、もしかしてもう隠しルート見つけちゃった。待って、これはまずいんじゃないのか。時間ポイント取らなきゃいけないパターンとか、そういうのはないよな。頼む、誰か僕をやって。お願い、キノコさん、さっきブラパ出てきたよね。いや、カモン、俺電球を出すよ、そんな狭いところにもさ。僕はこの中間ポイントを取らなきゃいけないの。あそこのルート下が怪しいと思ったばっかりに。いやー、さあチェックポイント2を取ってね、右の針にやられてやり直してるわけなんだけど、チェックポイント戻しがめちゃめちゃ早い。なんだよ、チェックポイント2取った瞬間ってさ、うわ、ここ絶対左なんか出てくるよ。分かってんだよ、そこにキノコが出てくることは。嘘です。じゃあここは隠しブロックはない。何あの二人のヨシコ、かわいいね。でも僕あなたを置いていきたいと思います。ここ隠しブロックあるから。え、ないの？え、じゃあどうしよう、このヨシコ取れってこと？何これ、じゃあ砲弾より早く行けみたいな。え、ちょっと難しくない？あ、落ちてしまった。え、でも絶対無理だよな、あの砲弾より早くの。めちゃめちゃ早いもん。どうしよう、キノコ取らないで行けみたいな感じかな。ちょ、ヨシコ、実はこのキノコ取ることが不正解ですよみたいな。だから一旦チビのまま進んでってみよう。これで何か変わってるんじゃないのか。どうしても僕を先に進ませたくないみたいだね。こんだけは何か、何か、火、え、これいいんじゃない？あ、この火に当たって先に進めみたいな。なるほど、なかなかいい仕事をしてくれるじゃないか。そして Z、 さっきは信用してダメだったもんな。でも次は信用するよ、頼む Z。ゼット何ゼット、たまには信用してるもんだね。今ちょっと噛まなかった。ここはなんだ、この毒沼は噴水状態みたいになってるぞ。これ踏めるのか。ゼット、次こそは信用するよ。ゼットだ、なんだお前は。この毒ロリと身を委ねたいと思います。あえて行ってきます。ちゃんとこの運、ただいまちゃんと着陸してくるんだね。でこの上は微風船がいるって書いてるじゃねえか。いや、素晴らしい。この毒沼の影の中に微風船を隠すなんて誰が考える。これをよく作ったな。思わない。やってるか、これもすごい。マリー隠れてるよ、見て見て見て、マリーの姿が見えない。あ、ちゃんとしろピオキング、たまにはちゃんとしてくださいというコメントが一個もないけど一個ないんだけど、たまにはちゃんとするところも見せなきゃいけないよ、実況者として。いつもふざけてばっかりだったらみんなに見捨てられてしまうよ。ゴールはっていうか、ゴールまだ、僕この先ゴール期待したんだけど。右叩こうか、こっち気になるね。あー、なんか思いで、左左絶対危ないよ。あっあっ、邪魔だイモムシ。どうせさっきの僕の言葉でちゃんとしてるピオキングなんか見たくないって思ってる方いるんじゃないのか。っていうかコメントされてるかもしんない。絶対コメントしようとしたでしょ、そこの君。そんなコメントいらないからね。ここはもっと慎重になった方がいい。右にゴールがあるっていう可能性もあるからな。
そしてこっからどうすればいいか、右の記録を取るってことか。わかりました、この記録を。遅いバレフューチャリングキノコ様、仕掛けさえ分かってりゃこっちのもんよ。こっからスピランだよスピラン。ちょっと言ってる意味が分かんない。じゃあここでガモンを倒したらキノコが出てきたでしょ。でここから右で走っていく。そして土管が見えんな、あそこ壊されるんじゃないのか。だからすぐに土管に入っていく。下に土管があったよ、あっちの土管が正解なんじゃないの。ヒントって書いてる。まあまああっちの土管が違うっていう可能性もあるからね。何なんだこのドクロルートは。早く下に下ろせ。これ何個もある感じ、ドクロルートで。下の土管はダメ、うん、それは分かってる分かってる。で下の土管に入れっていうことだったら、僕はもうここカットしたいと思います。でこの下だよな、問題は下の土管だね。分かってんだよそんなことは。これいつ下ろしてくれるの、これめちゃめちゃ長いんじゃない。頼むって、こんなことしてたらさ、また視聴者さんにここカットしてくれって絶対思われちゃうって。で最後もあんのね、この下に行ったらやられるってことね。じゃあ最後は毒ヌマンで決めようか。毒ヌマン、毒ヌマンを言わせろ。なんでこうなのよ、ザコは引っ込んだろ。さっきの C 耐久っていうのが、あれ面白くなかった、最後にリフトが上がってくるやつ。ドクルマンって言わせろって何って話だけどね。じゃあ一人で勝手に言ってろって話だよね。ゴールが見えたぞバレン、僕に力を貸してバレン。いや右で取ればいいのか、え怪すぎるバレン。バレン力を貸してバレン、バイバイバレン。ここまでにしようじゃないか、トロールコースよ。長かった決着もここでつけようじゃないか。このバネを取っていく、分かってんだ、そこのブロックが壊れることぐらい。そしてここで乗って右に引く。頼むんだよ、俺なんでそんなところに邪魔すんだよ。そこちょっと隙間があるじゃんけ、マリ、そこよじ登ってその隙間入ったらゴールできるじゃんけ。もうマジでこっちじゃ中間ポイント戻しかな。知り耐久もうここで。まあでも面白そうな新耐久だね。なるほど、このさ感性を利用して右のつららに当たれっていうことだね。これ難しいんかな、ちょっと乗ってみる。ここで乗る、まあ、全然届かんばい。えこれいけんのかな。ちょうどさこのバネが、うわ惜しい、今いけそうじゃなかった。頼むこれ出てくれ。なんかさ成功するとき成功しないときがあるんだよな。ほらこれ成功しないとき、もうここ飛ばします。今日めちゃめちゃさ多分長いと思うんだよね、動画の時間が。だからここでカットして短縮したいと思います。うりゃー、新耐久飯を食べるな。やっといけた、めちゃめちゃ時間かかった今の。ここまでだ、バグトロールコースよ。次で絶対にゴールしてみせるからね。あの新耐久はもう絶対にやりたくない。頼む、ここで上に投げればよかったよね、バネを。バネを上に投げて、そう、そしたらバネが上に行くから、ここでちゃんとゴールさせてくれんのか、本当に。でももうさすがにないよな、なんか上に見えんな、ブロックが。あそこを絶対叩いたらいけないと思う。だから左の方から行こう、左の方に行く。いやこのブロック何があるんだろう、最後の最後に気になることさせやがって。ダッシュして右ジャンプで行くわ、ダッシュして右ジャンプ、こいかーい。やっとクリアできた。これめちゃめちゃ長かった。でも本当にすごいバグだらけだったね。見たことないバグもたくさんあってめっちゃ面白かったわ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発張りよ。サムネ映え迫り来るマグナムキラーというこのコース、最速が2秒だから一画面コースだとは思うんだけど、その一画面の中に大量のマグナムキラーを設置してるんだよきっと。ただ気になるのがゴール条件があるんだよな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.51%。スーパーマリオのままゴール、じゃあ一回も当たんなってことなんじゃない。多分最初にキノコがもらえるから。せんま、えこんなに狭いの。でキノコとかなくなかった。えちょ待って、キノコは、あなんか右あるね、キラーの裏に隠されてる。まあ倒し方は分かってるつもりなんだよ、ここでギリチャンすれば倒せるんだけど、どんどん上から来てるから早くキノコを取って右のゴール板に触れってことだね。じゃあ分かりました、1、2、3からのキノコを取って、
うわ、めちゃめちゃ早くね、キラーたち。結構早くなかった？このキラー倒すとさ、僕1,2,3でしょ。で、ここでキノコ、ほら、この3体目からがめちゃめちゃ早いんだよな。2体一気に倒すとか、ここで1,2みたいな。なんか腹立ってきたな、キラーの顔が。何笑ってんだよ、お前たちは。笑うな。わかった、スピードを殺さない、なるべく早く行ってみるか。そしてこのまま右にキノコ様。もう分かったよ、このコースのクリア方法がな。リズムだ、リズムよく行こう。ワン、ツー、スリーからの大開脚。今ちょうどいいところでマリオ相当足開いてたね。ナイス大開脚。いや、これまあまあいける気がするわ。いや、ちょっとさっきのマリオの大開脚のそタイミングが良すぎてマジで笑いが止まらん。ちょっと落ち着くまで待って、もう落ち着いたね。あー、笑かしてくれるね、マリエ。よし、ちゃんとやっていこう。で、ここでキノコを取って、あ、これいけるんじゃない？やったいや、これ本当に難しかったね。ただ僕は難しいというより、さっきのやっぱ大開脚がめっちゃ詰まってさすごく楽しい思いをさせていただきました。制作者さん、ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。